誰一人取り残されない未来のためにつながる絵本 for SDGs。 私たちにもできることがきっとある。 SDGs、 それは2030年の未来の形。田んぼのあるお菓子屋さん。ここは滋賀県にあるラコリーナ近江八幡。広い敷地の中にカフェやギフトショップなど魅力的なお店がたくさん。施設の真ん中にあるのは、田んぼ。運営するのは和菓子の老舗種屋。クラブハリエとして洋菓子も作っているお店。どうして田んぼがあるんだろう。ラコリーナのコンセプトを自然に学ぶとしておりまして、お菓子の原材料である農作物の、大切さや農家さんや素材に対する感謝の気持ちを従業員が身をもって学ぶ学びの田んぼとして、敷地のど真ん中に田んぼがあります。お菓子を作ることができるのは自然の恵みがあってこそ。種屋では農作物のありがたみを学ぶため、毎年田んぼを使って田植えを体験。農作業の大変さを知るために、機械や農薬を使わず人の手だけで作業をしています。どうしてもやっぱり土に足が取られてしまうので、体勢を維持するだけでもすごく大変やったんですけど、今日も天候があんまり午前中良くなかったんですけども、その中でも当たり前にされていることが本当にすごいなと思いました。自分で植えたものが実際自分の口に入るっていうところが、それを育ててくださってる方にも感謝の気持ちを持ってご飯とかも食べたいなと。これまで従業員さんだけでなく学生さんたちも参加して、食べ物の大切さを学ぶ場としても使われてきました。弊社は昔稲作の種を販売していたことから、種屋という名前を今も大切に使っております。農業を学ぶ、自然を学ぶことで、こう未来につながる種になっていけばなと思っております。田植えで実る稲への感謝とみんなの笑顔。